こちら熊の被害です。岡山県はですね、10月末までに81件確認されています。これは前年比のおよそ前年と比べるとおよそ8割で、過去5年で比べると今のところ一番少ないということなんですが、油断はできません。岡山県ではですね、該当するエリアでは、狩猟の時だけでなく普段からも、まずは熊に遭遇しない対策が必要と呼びかけています。具体的には、餌となるこの生ごみを置きっぱなしにしないであったり、果実の早めの収穫、そして山に行く時には鈴やラジオ、音をつけるようにしてほしいと呼びかけています。やはりですね、この全国でも本当に被害というのが急増してますので、特にこの熊の被害というのは気をつけないといけないですよ。